聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、幾星霜の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。これはサジタリアスのゴールドクロス。そうか、さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。サジタリアスのクロスが動いてる。まるで聖夜を狙っているかのようだ。聖夜、危ない。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河、よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく、壁に刻まれたこの遺書を見せようとしたようだな。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で、アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。第10の宮、マカツ宮へ突入した聖夜たち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。聖夜たちは一気に宮を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツ宮を守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。ふん、俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様あの世に送り届けてやるわ。まさかお前がアイオロスを。そうだ、恐れ多くもアテナ殺害を試みたアイオロスに天誅を加えたのはこのシュラだ。シュラよ、13年前、アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそお前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな、アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。言えすいた嘘をつくな。だがお前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは、黙れ口の減らない奴め、二度と喋れんように首を落としてやる。このシリュウのコスモ、すべてお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。バイシュラリ、
一つ聞く、なぜ俺たちを魔術球の中に襲ってこなかった。おお、俺の存在に気がついていたのか。魔術球にある気高いアテナ像をお前らムスケラ止めで血で汚すわけにはいかんか。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドフェイント12人の中でも最強の威力を持っている。ござん昇竜特に思考はいかなる者も切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、エクスカリバー、エクスカリバー、ゴザン昇竜派、どうぞ。待てよ、エクスカリバー。サンクティアリに反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切り刻んでやろう。サンクティアリ、いや、アテナに対する反逆の罪を身をもって償え。エカホドも機関はアイオロスの無念も込めて、エクスカリバー、全てをお前に叩きつけてやる。そうはいかん。超えろ、昇竜のごとく。そうはいかん。何もかもここまで切り裂く。昇竜派、よし、観念したか、シリウス。 KO ウィナー。最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。なんだこの絶体絶命の時に、この男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。このシリュウにはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。このシリュウ、老師の戒めを破ります。シュラ、今から俺は老師に禁じられた技を使う。たとえこの紫竜の5体全てが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。たとえ5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。バイ！シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落としたとき、まだアイオロスは生き絶えてはいなかったのか。あいつを守らねばならぬ一心、谷底から這い上がってきたに違いない。あの時、赤ん坊アテナ、この命にかけて守りきったアイオロスこそ真のセイントだったんだ。優勝ロザン昇竜派、知るあの小娘のコスモ、まさかありえん。アテナは教皇と共におられるなら、そんなクロスということなど知恵ではないわ。教徒発言の攻撃もいかん。今までとはまるで別人のようだ。まるで竜神が紫竜の体に乗り移ったようだ。どうぞ戒めを破ります。この修羅を圧倒し始めている。紫竜は無意識のうちにセブンセンシルに目覚めているのか。子供機関は行くぞ。修羅優勝、KO ウィナー。アテナのために戦うセイントなら分かりきったこと。さあ約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。この技はロザン交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだとライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。
シュラよ、セイントなら分かりきったこと、アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人、その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、このシリュー一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは、どうやら俺は間違っていたようだ。イルセ・シリューよ、アイオロスよ、シリュー、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあシリュー、シリューよ。このコスモは、シリュー、シリュー！